はい、皆さんこんにちは。今日は京都府南丹市美山町にあるかやぶきの里にやってきました。すごい、かやぶきです。観光駐車場の周りにはカフェやお土産屋さんが並んでいます。かやの里、これカフェ、こけむしってます。かやぶき山荘歴史の里集落保存センター、お食事どころか、手打ちそばが食べれます。バイカーもいっぱいいてますね。この辺自転車の人も多かったですね。バイク200円ですね。ここに色気ねんねやろ。ここなんや、美山町ってなかなか来へんもんな。今までできて来たことないですね。美山の里ってよく聞きますけどね。あー、田んぼのこうやってやるんかな。阿波踊りみたいな衣装ですね。これよくなんかで見ますね、観光パンフレットで。美山の里、横断禁止、どうやって行くの。集落内への車両の乗り入れはご遠慮ください。言いにくいな、早口言葉が。集落内お、トンビにご注意ください。トンビが襲ってきます。あ、ゆずか。ゆずが100円で売ってます。この工具箱に入れんねや、これ。豊かな自然に囲まれ、昔ながらのノスタルジックな風景は国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されています。住んでるよ。痛いですね。でもこれめちゃ防水性良さそう。めちゃ弾くやろな。チュルーンって雪とか落ちていけそうですねな。かやぶきの里の集落には39棟のかやぶきの民家があり、その多くが江戸時代に建てられています。かやぶきとはかやで屋根を吹く、屋根を覆うことを言います。かやという植物は存在するわけではなく、ススキやヨシ、稲わらのことをかやと言います。一軒の屋根を吹くのに必要なかやは10トントラック5、6台分。だいたい15年に1回、1面ずつ計画的に屋根の吹き替えが行われます。こちらは村の真ん中にある民族資料館です。入場料300円です。集落内の施設は民族資料館、2つのカフェ、そして2軒の民宿、民宿又部、民宿久屋があります。次回はこの一斉放水についてのお話を業者さんに伺います。当日はこれがバタバタ言うて開くんだ。